Ceiling fan blowing cold breeze on your body. I can't tell you really what it is, but you got it. Make up in the morning, you got dresses in your closet. But you grab them tight, you in love with being modest. You a mood body giving center views. I'm just saying I'm a real joint person. And you cool daddy. コストコに行ってきて、じゃーん。ちょっと試食が今日めっちゃあってさ、お腹いっぱいになっちゃって、ホットドッグ2人で1個と、あとなんかこのスープ新しかったから買ってきたのと、このシークワーサーのさスムージーもめっちゃ美味しいんだけどね、うん、とりあえずちょっと午後から松江区であんま時間ないのでもう帰ります。私も食べたい。美味しいかなこれ。いつもこんなにいけるの。あ、ほやんだ。めっちゃうまいこのスープ。うん、うまっ。ソーセージたっぷり、うん、大したもの買ってないんですけど、コストコの購入品紹介します。ちょっと時間なくてパパッと。このね、今日試食やってた、これ初めて見たんだけど、ココベラっていうヨーグルトで、ココナッツ由来のヨーグルトだから、こう乳製品が入ってないよみたいなやつなんだけど、これめっちゃ美味しくて、マンゴーとパッションフルーツと普通のやつが2つずつでちょっと高かったんだけど、めっちゃ美味しかったよねこれ。うん、めっちゃ美味しかった。そうなのでこれを買ってきたのと、あとこれが今日400円オフになってて、このサイズって普通のやつの3倍ぐらいの大きさなんだけど、1個1000円ぐらいだから3000円分ぐらいの価値あるものが、1500円ぐらいで買えたので、マジでお得すぎて今日はこれを買いました。あと納豆、最近納豆めっちゃ食べてるので1日2個とか食べるから多めの、8月27までってもうやばくない？あと4日。え、あと4日。まあまあまあ賞味期限ね、納豆、え、納豆切れても大丈夫だけど、まあ4日あれば、1、2、3、4日、ミヒ食べないからさ、まあいいや。あと今日試食でね、めちゃくちゃ売り出してたこのモランボンの焼肉の生だれじゃんってやつ、これがね、じゃーん、添加物フリーって言ってて、で2本で800いくらとかで、めっちゃ美味しくて安かったのでちょっと買いました。韓国風なのかなこれ。あ、韓国じゃないや、全然めっちゃ美味しかったよねこれ、うん、甘だれ系でした。で、あとはこれ、私これがないと眠れないので27枚入りで、普通にドラストで安く買える時よりも計算したら1枚70いくらとかで買えるので、多分安いので、これをねめちゃくちゃリピしてるんだけど、でも私のね一番好きなね、ヒノキの香り入ってないんだよね、それが残念なんだけど、まあ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 安いので、もうほぼ毎日のように冬になると特に使うのでもったいないから、あの毎日使ってはいるけど新しいのじゃなくて使い回しで使うっていう、3日ぐらいずつローテーションで使ってるんですけど、はい、とりあえず松江区に行きます。時間ない、あ、ごめん、行きまーす。珍しくミヒもちょっと松江区についてきてるんだけど、まあミヒは新百合で待っててもらうんだけど、なんとか間に合った。ちょっと暑すぎる。こんな感じでもう松江区オフしちゃってないのでつけてきまーす。めっちゃ青空なんだけど、超天気いいよ。バイバーイ、後でね。めっちゃいい感じ。あ、かわいい。え、かわいい。似合う。1ミリずつ長いんですよね。1ミリずつ長いしました。へぇー。でも目頭は変わんないです。うんうん。天才。天才。11、12、13ミリ。あ、違う。10もつけました。10、11、12、13。はい。あ、そうだ。黒目上から長くなるように。うんうんうん。つけました。ありがとうございます。あ、ダメか。上向いちゃう。生きてるかな、束。ちょっと。うん。待ってます。やっぱ束するとめっちゃ綺麗。マジでありがとうございます。いい、ほんといい感じ。もうどんどん長くて。17ミリくらい。でも、TikToker のめっちゃ長い子わかります？めっちゃ可愛い子。松江区つけ終わって、ミヒと合流しました。めっちゃいい感じ、松江区マジで。超可愛いんですけど。どんどん長くしてるんだけど、はあ、暑い。ミヒは一人でプラプラしてたみたいで、何それ。バレーボールの
本当は試合の今の球技が欲しかったんだけど、何が欲しかったの？今の形のバレーボールが欲しかったんだけど、球、うん、ボールとママさんバレーしか出なかった。今持ってるやつ、うちが、うん、あそう、え、これじゃない？あー違うね、柄がちょっと違うね。そう、これ球ボール、前の試合のボールなの。へえー、ってことで帰ります。ねえ、マジで暑すぎる。いや、なに、いくさ、え、怖い ね、普通にこう、おい、下手くそが、ちゃんと狙って。ああ、よかったね。うちら何してんね、ここからまっすぐでいいよ、そのフェンス越えないで。イエイ。あ、ごめん、あ、汚い、無理、マジで無理、絶対におしっこだらけ、親父のおしっこ。親父、え、どういうこと？親父のタッチオン。Feel like falling deeper, cold nights なんでむしろ消えたり消えるのも消えろ。ちょっとね、さらにしご기대만하는것도な힘들어 No, I can't, just can't. あ、本当ですか？マジで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 ？せい、おいしそう。何、どこに行って成功するかな。顔やばいよこれ。そしたら2段階で行かないんだ。そういう、確かに何ちょっと、そうじゃん。 YouTubeコータくん映すよ。イエーイ、うざ、乾杯。食べるかな。食べない、食べる。玄米スティックして。なんで着替えたやばい。食べる。さっき食べたけどな。ヤッホー。ヤッホー。ちょっと髪の毛ボサボサ。私もです。こっち向いて食べて。かわいい。何の匂いだろうこれ。梨か。かぼちゃとピーチと。あ、やべ、鼻水。グラノーラね。ねえママ、今日の夜ご飯ないがいい。ないですよね。もうウーバーイーツじゃない。ね。何がいい？え、温野菜は？温野菜この前食べたうちら。温野菜この前ウーバーイーツ。温野菜好きなの？あ、温野菜だっけうちらしたの？そうだよね。あの時なんでだっけ、二日酔いすぎたんだっけ、なんでだっけ、なんでああいうもの食べてたんだっけ。メイメイです。なんかみんないなかったよ、ね、スイスです。メイスイスです。忘れた。え、これ熱くないよね。うん、ぬるぐらい。え、これ何、鮭と、え、うまそう、普通に美味しそうなんだけど。無添加のもう何にも使ってない鮭とサメカツオ節とごま。え、めっちゃ普通にも匂いがちゃんと人間のご飯。美味しいね。ちょ、こっちも見てほしいんだけど。つい。もうさっきさ、ヨーグルトさ、なんかプレーンのやつさ。ね、プレーン好きじゃないっぽ。ね、そのまま食べなくて、スムージーと混ぜたら食べるのめっちゃウケたんだけど、わかりやすいと思って。やっぱ甘み欲しいんだよね。ね、そんなわかりや、なんか何も考えてなかったわ、みゆ。そうなんだよ。ね、なんか別に、めっちゃ嫌いだったら、多分もう、あ、終わりなんだなって。あ、これはもうお腹いっちゃう。そう
そうなってた絶対。だけど違うんだみたいな。コウタくんが結構試行錯誤するそうだよ、ね、タイプなの。コウタくんが教えてくれたのよ。なんかコウタくんがさ、一個さ、よく緑の野菜使ったおじやんみたいなのがあって、ついそれ全然食べない。けどなんか試行錯誤して、そういうごま入れてみたいな。なんかいろいろして食べるらしい。ウケんだけど。でもイは知らない。そうだよね、ミホ知らなかった。もう普通にお腹いっぱいですじゃないんだみたいな。だからメイたちも食べないと思ってたっけ。嫌いなの聞くの。常にお菓子だけ食わせよく食べるからみたいな感じでさ、おやつばっかり食べさせてたじゃん。もしかしたら本当まただ好みじゃん、マジで本当そう。本当そう。あ、どうした、まずい、まずいじゃない、食べ過ぎた。あれ、お茶飲むやつ。え、明日ミユは何時に帰るの。え、わかんない、ミヒ来るって朝。朝8時に家出ようかなって言ってたけど、うちら起きてるかわかんないからメイに連絡してって言って。お茶はどこ行った。お茶どこ行ったんだろう。来ました、お茶。え、じゃあ朝来んだね。いや、わかんないけどね、どうなんだろう。来ないか。まあ、後でミヒに連絡してみる。おはようございます。 Vlog 何日目だ。昨日松江区友達ん家3日目なんですけど、ちょっと今日は家のことを放置しすぎていて、見えてるところは綺麗なんですけど、とんでもなくぐちゃぐちゃなんですよ、いろんなものが。なのでちょっと片付けしようかなって。もう動画の今ネタがなくて、なんかもう外行くにもミヒないし、なんかどこにも行きたいところもないし、ミヒ今日も部活なんですけど、って言ってももうね、今1時なんだけど2時ぐらいには終わって帰ってくると思うので、その後遊びに行っちゃうのかまあ分かんないけど、とりあえず家の掃除をしてないと。ソファーのねカバーを一回も洗ったことないので、これ洗える取れるやつなんだけど、ソファーのカバー洗ったことなくて、もう最近汗まみれでこう寝っ転がるじゃん、ソファーで。なんかいろいろ汚かったり、もうこの辺映ってないところもうぐちゃぐちゃだったり、私の物がもう多い、とにかく、まあ、とりあえず片付け しますっていう宣言、片付けします。カバーをね取るのはいいんだけど、つけるのがこういうのってほんとめんどくさくない。でも一旦洗わないと、なんかもう本当になんか肌荒れの原因とかにもなりそうだから、ちょっと一回洗いたいので気合い、よいしょ。いや、もう今日の夜から多分天気悪いっぽいから、ちょっと若干遅いんだけどね、洗うのもっと早くやれよっていう感じなんですけど、ちょっと午前中いろいろやってて、午後は暇なので、まあワンチャン乾かなくても全然、あの乾燥機かけに行けば全然すぐ乾くと思うから、洗濯さえ回してしまえばという感じなんだけど、これはいいんだよ、まだクッションは。いいよ、いいよ。え、どこまで外そうかな。一番汚いのはやっぱこの背もたれはほぼ使ってなくて、もう使わないんだよ、こっち。もう寝るの、とにかく寝るから、この下。けどどうせ外すなら全部、でも全部多分一気に洗えないんだよな。え、なんかフリスクが起こってんだけど、え、誰の、マジ映ってるかな。ミヒがいてほしい。え、ちょっと待って、どうやって撮んだこれ、全然撮れない。え、なにこれ、ちょっと爪が折れそう。無理、ちょっと待って、髪の毛結ぶ。あ、まずい。これ絶対2人でやった方がいい。2人でやればさ、引っ張り合えるからさ。あ、だるい。ミヒ、みーちゃん、マジで取れないんだけど。買った、何これ、もう入れるの多分地獄なんだけど。待って、無理、何これ。あ、取れた、取れました。ちなみにソファーはアルモニアっていうところのソファーなんだけど、なんかそんなに座り心地もすっごいいいっていうわけでもないけど、寝れるから気に入ってるけどね、カバーがずれるんだよね、これ。なんかこういう風に洗うのめんどくさいけど、洗えるのはいいよね。買ってからこれどれぐらい経ったかな、一回も洗ってない。もうちょっと絶対さ、
外しやすいさチャックの付けどころあったよねっていうところにチャックつけるのちょっとやめてほしいんだけど。ねえマジで腕取れる。おーめっちゃ柔軟剤入れていい匂いしてやろう。あいいよ。あ背もたれ外さなくてよかったわ。全然ギリ。洗剤は今日このストーンワークスアイハーブのやつこれ2つ入れようかな。2つ入れて柔軟剤はこの前のドンキ購入品で紹介したやつ入れる。あーいっぱいすぎるかも。うち閉まってなかっただけだ。今日の目標としてはここもマジでもうホコリまみれになるんだけどなんか掃除しようがなくてちょこちょこだからもう1ヶ月に1回も絶対やってない 2,3 ヶ月に1回一旦全部こっちにこれ避けてもう総拭く全部拭くっていうことしかできなくてそれをやる。あとキッチン周り汚すぎだからキッチンもやりたいしここにね私この辺でこうデスク作業するときにもう全部いろんなものを自分の手元のすぐ近くに置きたい癖があってここにいろいろ置いてるの。それもどうにかしたいしっていう感じでリビングどこ移しても綺麗な状態にしたいっていう目標。とりあえずコロコロでソファーをコロコロします。ということでお次にこの辺を片付けていきたいんですけど本当このね多分ワインをどかした時のホコリがやばいのとまあこのワインの上を見ていただいても分かりますかホコリがすごいんですよ。全部拭いていきます。本当にめんどくさいのここの作業が。ちょっとポリッシュここに入れてんだよ。あこのシーグラムのさこのコントは大好きなんだけどさこう漏れてきちゃってめっちゃだから最近使ってなくてなぜかここに入れてる。さよなら。そういえばこれさこの前紹介できなかったアリエクの購入品の時にもう間に合わなくて紹介できなかったワインホルダーすごくない。これパールみたいなっていうかパールのデザインでもう超強力な多分ワイヤーが中に入ってるんだけどこんな頼りなく見えるじゃん。しっかりがっちりだよね。よくない。こういうのホームパーティーとかにあったりしても可愛いよね。という感じで全部一旦どかします。やばいマジでやばいんだよここ。みんなさこういう飾り棚なんていうのこういうのこういうのってどれぐらいの頻度で掃除するもんなの。やっぱなんかホコリを取るなんていうのクイックルワイパーみたいなああいうやつで定期的にやっているのか。でもさそういうのでやれるレベルの量じゃないじゃん。なんかそれでどうにかなるような感じじゃないんだよね。物を乗せすぎてるんだよね。てかワインの数やばくない。最近乗り切らなくなってきてしまってる。ワインセラー欲しいけどなんかそんないいワイン飲んでるわけじゃないからさしかも置く場所ないなみたいな。あここを炊こうかな。ここマジでだいぶヤバめ。やばい汚すぎる。モンステラが重いんだよね。落ちてか。じゃーんじゃーんって見せるものじゃないよね。やばくないこのワインの跡がついてる。やばすっきりすぎる。超すっきりした。炊いて
気合い入れます。もう夏になってからマジで赤ワインほんと飲んでない。マジで白ワインばっかり。ロゼ、これはママがくれたやつ。なんかママ、私がワインにハマってからママもワインにハマってはないけど結構飲むようになって。やばい、マジで汚すぎる。いつから拭いてなかったんだろう。覚えてないや。圧倒的に白ワインが多い。でもシャンパン2本あんのか。私シャンパン本当飲まない、飲みたいって全然思わないからさ。シャンパン本当何かお祝い事がある時とかしか飲まないけど、私自分の誕生日にシャンパン飲みたいとかないから、結局この萌えのシャンパンいつのタイミングで開けようって感じ。誰かの誕生日だな。あとこれもミヒが成城石井のシャンパンのくじで当ててくれた一番いいやつだっけ、2番目だったっけ、ちょっと忘れちゃったけど超高いんだよね普通に。これもだけどさ、調べてみるとさ、日本にあんま売ってるところ通販でさなさそうで、すごいさ珍しいのかな。ちょっとシャンパンにほんと詳しくないんだけど、これもミヒが当ててくれた、なんだっけ、イエローラベル、あ、ブーブクリコか。確かに美味しかったけど、うーん、別にそんなすっごい美味しいとはならないんだよね、シャンパン飲んでも。私モナカワイン結構いいやつだった気がする。2005年の若干ヴィンテージのワインもらったやつなんだよね。開けるタイミングがなくて開けてないし、赤ワインは冬飲みたいなーって。ここが全部使い切っちゃった。洗濯が終わった。早急に干します。一旦干しちゃう。そういえばこの韓国でさ買ったお香、結構ね日本でも最近見かける。なんかお香コーナーに行くと、この前ロフトかな、ロフトにもあったし、ニコ&のなんかホームみたいなところ。けど私的には全然香り好きではない。なんかこのバラ2本さ、ミヒがさドライフラワーにしたやつでさ、捨てたら怒られそうだからさ、どうしよう。これも一旦片付かないとダメだよね。もうこのセージとか捨てようかな。ハロさんとは残しといて、これ一旦後で捨てる。じゃーん、こんな感じでお片付けが終わりました。そしてみーちゃんが帰ってきました。おかえり。見てこの上めっちゃ綺麗にしたので、これとかももう洗って、この上も全部一旦捨てて一旦洗って、めっちゃ綺麗。綺麗でしょ。キラキラだね。どれがこれ、うん、ね、なんかもう見えなくなってたもんね。てかアイハーブのこれもさずっと置きっぱなしなんだけど、ちょっとこの辺余裕できたからスカスカになったから、あと2本はワイン置けそう。ってことでキッチンの掃除しますって言っても、キッチンはそんなに汚くはなくて、少し前もこの辺片付けたんだよね。この辺もある程度は片付いてるけど、まあ、まあまあまあ片付けましょう。一番片付けたい、片付けたいっていうのがやりたいのは、このカゴがもうめっちゃ古くて汚いのだから変えたいんだよね。いや暗いよね。使ってめっちゃ汚いので捨てる。やばいよ。ありがとう。ちっちゃい、うん、ちょっとちっちゃくなった。
うわやばいね、汚っ、キャー、ルサ絶対、ルサ絶対、ルサ絶対、かわいい、ゆうきなのに、ごめん、ごめんなさい、やばい、これ収めてた、あの修復かこれ嘘でしょ、回った、回し、いや知らないよってママが撮ったの、撮ってないよ、みんなごめんかかってか撮れてか、そうだ、できました、あママが画面に当たった、違うかもういいじゃん、やだよめっちゃ綺麗になってきた。ねえ画面こっち見せて。映ってるかわかんない。あ絶対さっきの一部始終映ってたわ。めっちゃ頑張りました。ね途中事故も起きたけど。何これ。ナイハーブで買ったね、ベロベロしないで、ヤンヤンつけ棒的な、え、あれだよ、ロータスだよ、ロータス、今日洗った、いつ、なんか汚いもの触ったから、いや、触ってない、こういうのってさ、だいたいソース足りなくない、足りない、ヤンヤンつけ棒とか一瞬でさ、ね、なくなる、ナゲットソース、うん、ナゲットソース足りない、絶対、まあ節約してるもんね、うん、5個ぴったりにできるように節約してる、あ15ピースで3個で、まあ、ちょうどよかっちゃ、ちょうどよかっちゃいつの時代の人なんだっちゃ多いわこれ逆にめちゃくちゃ多いマジで、あのあと炊飯器も掃除して書類周りも整理して、ミヒも手伝ってくれて、ソファーのカバーもつけて大活躍したから、もう一旦休憩、あやばい、めっちゃ余るマジで、最後全部つけても余る、クッションカバーのさチャックのところが後つきすぎてめっちゃ痛かった絶対それじゃ意味わかんないと思う語彙力Chillin' fan blowin' cold breeze on your body. I can't tell you really what it is, but you got it. Make up in the morning, you got dresses in your closet. But you grab them tight, you in love with being modest. You a mood body giving scene of views. I'm just saying I'm amused. But you ain't even flexin'.